金敗者復活決勝進出。さあこの勝負に勝った方が王女と戦って敗者復活を決定します。スライム VS 山原やってまいりました。2人の対決、果たしてどちらが勝っていけるかという対決ですが、さあスライムを2個の蜂蜜しか使っておりません。さあ非常に早い。しかしながらこのアイアンメイズで山原が一歩リードした。さあしかしその一歩の差しかないです。このさあこのサークルサイダーと泳いでしまった。ダッシュを入れてしまった。一気に方法を取ったがちょっとダッシュ入れてしまいました。山原敗者復活の決勝進出ということになりました。さあスライムここ2個の蜂蜜しか使っておりません。非常に大胆なプレーをします。しかしながらちょっとやはりこのさこのアイアンミーズがやはり命運を当てるエリアとなっております。このサスケハッピーバトルシーズン2、山原が一歩抜けました。しかしながら一歩の差ではありましたが、このサークルサイダーで逆転の可能性、サークルサイダーで引っかからずにいけば逆転の可能性がありました。山原ちょっと引っかかりがあった。ここで泳いでしまった。ここを掴んでいれば逆転も十分ありえたんですが、泳いで落ちてしまいました。スライム、これは無念。さあこの試合勝った方が